どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。はい、今日はですね、特別ゲストに来てもらってます。早速登場していただきましょう。どうぞ。じゃーん。皆さんこんにちは、プロボウラーの竹原美希です。お願いします。よろしくお願いします。いつも見てる人だ。はい、なんとこの方竹原美希さんですね、プロボウラーってね、すごい有名なんですよ。すごいですね、もう200とか普通に出す怪物ですね、こんな顔して。何今の。今日はボーリング場ではなく、はい、テニスコートで、はい、竹原美希さんをね、任してやりたいなと思いまして。いけませんよ、はい、なんで、やる内容としてはペットボトル当てゲームをやろうかなと思うんですけれども、僕はテニス、竹原美希さんはあのテニスボールをこうやって転がしてもらって当てるという。なるほど、余裕でしょう。まあまあまあ、ちょっとボールがちっちゃくなったぐらいですかね。ちょっとちっちゃくなって、ちょっと軽くなったぐらいですね、はい、そうですね、はい、これね、当てられないようじゃね。もうそうですよ、もうプロボーラーの長始まっすよ。言ったな、言ったな。じゃあ早速ちょっとやっていきましょう。はい、レッツゴー、あゆ太郎チャンネル。で、はい、ちょっと特別ルールとして、はい、やっぱあの軽いんでボールが、はい、多分倒れないと思うんですよ。あ、じゃあ5個ぐらい一緒に。もう数打ち当たるじゃないですか、これ。多分あの、はい、倒れないと思うんですよ、水が入ったペットボトルなんで、はい、なんで、あの倒れます。はい、多分大丈夫ですか。結構重いですよね。結構か、まあ、難しかったら、はい、まあ、どうせ多分当たらないんで大丈夫です。ちょっとどういうことですか。まっすぐにしましょうか。あ、はい、なんか水にしちゃう。落とします。お、なんかかっこいいことになる。すごい。待って当たったと思ったよ。ネットはやだ。これは当てたらこっちです。多分掘らないですよね。ふい。曲がるか。あれ？お、すげえ曲がる。そんな曲がる。アジャストします。パクられた、パクられた。本当にアジャストしたんですか。そんなに言わないで。アジャストの意味わかんないし。そもそもあのボーリングでアジャストっていうのは、はい、あのストライクが出ないときに、あの狙う位置とか立つ位置を変えて調整するんですよ。そういうことね。はい、惑わされた、はい、惑わされたわ。当てちゃうかもしれないですよ。無理ですよ。まあ、おん、ちょ今何しかも緊張してる。まあ、おん。これボーリングで反則な行為ですか。まあ対戦の時はありですけどね。あ、ありなんですね。はい、わかりました。相手を惑わす手段として。あ、そういうことですね。わ、はい、かりました。まあ私はやりませんけどね。はい、僕はやりますよ。めっちゃ回されたね。うんちち攻撃にやれてる。いや、惜しかった、さっきの。はい、あ、おー、惜しい。だんだん近づいてる。はい、うわ、あ、今何手前に落ちてる。あゆ太郎チャンネル。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかすごいシュールだったけど悔しい。
しい。すごいですね。当たりました。でも正直私、はい、こっちから見てて、はい、上から狙う方が難しいなと思いました。本当ですか。はい、下からだったら下に置いてあるから、はい、あのなんか線になるんですね。そうですね。上からだったらこの落ちるポイントもちゃんと調整しないと難しいから、はいはい、そうガチですね、はい、難しいと思うもうでもすごいね、やっぱプロボウラーの方だからこのコートの形状を読もうとしてたからこっちそこまで読まないといけないのねみたいなでもね、本当にすごいわ、はい、面白かったし、なかなかこういうこと外でもそうですね、はい、したことないし、こうやって当てるのも初めてだったので、また技術がじゃあちょっと、はいはい、ボーリングの技術が向上しましたどんな環境でもみたいな、おかげさまではい、じゃあ今日はこの辺で、あの概要欄の方に竹原美希さんのチャンネルが貼ってありますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、ってことで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンお願いします。ってことで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。